プーさん、3日ほど前から肛門の上がぷよぷよと膨らんでいる感じです。朝の散歩後に洗った時は気がつきませんでしたが、夜の散歩後にあれ何かが変と気づきました。様子を見ていましたが一向に良くなる気配がなく、本日クリスマスイブに獣医さんへ行くことになりました。ココナさんも肛門絞りをしてもらうために道連れです。プーさん、毎回血液検査で肝機能の数値が悪く、数年ほど前にエコー検査をしました。その時肝臓は見つからないほど小さいけど前立腺が大きいと言われました。先天的なものかもしれないし、大きくなったのかもしれない。このまま寿命を全うするかもしれないし、何かを発症するかもしれない。去勢も視野に入れた方がいいと言われていました。そう、プーさん、まだらっきょが2つついているんです。かかりつけの獣医さんに到着しました。ちょっと到着が早すぎたみたいです。待つこと数分、開院時間が来ました。とりあえず診察券を出して症状を軽く説明します。そしてプーさんは3番目と言われたので、その間散歩をすることにしました。こんなことしてあんなことして楽しんだところで帰ります。せっかく真心込めて汲んできた水も誰も飲んでくれませんでした。順番が次のようなので待合室で待つことにしました。そう、去勢の話ですが、数年前の前立腺肥大が分かった時、血尿の検査もしましたが異常は見られず、排便も良好だったので去勢の選択肢をなくしてしまいました。とりあえず悩むところですが、なるべく去勢というからっきょの収穫はしない方針をとっています。ただがんになってしまうと後の後悔先に立たずになってしまいますけど、そんなわけで順番が来ました。プーさん、男パワーを発揮するのでシールドを装備されます。そう、動画には映っていませんが、先生や看護師さんたちを食べようとしました。ぷよぷよ肛門を見てもらいましたが、似たような病気はあるけど特定するには早まるな的な、微妙になんだろうな的な、要するに大丈夫じゃないかな的な感じです。プーさんが痛がりもせず痒がりもせず気にもしていない、色の変化もなく、ただぷよぷよと少し膨らんでいるだけ。良性ぷよぷよだと思うけど、悪性ぷよぷよを調べるなら組織検査をするという手段もあるし、らっきょうを2つ取っちゃえばぷよぷよが元に戻るかもしれないとのこと。そう、ここでもらっきょ問題が浮上です。これからの病気のこと、大きな前立腺のこと、プーさんの年齢のことを考えると、そうした方がいいのかなと、プーさんには相談せず嫁様とこそこそ相談してらっきょうを収穫することに決めました。らっきょの収穫は1月5日に決まりました。収穫するにはまず血液検査が必要とのことで採血をすることにしました。小さい子と同じようなもんですから、なかなか思うようにはなりませんが、最後は看護師さん倍増の羽交い締め作戦でなんとか無事採血完了です。続いては肛門つながりで肛門絞りをやってもらうココナさんです。そして爪切りもお願いしました。今まで床屋さんでやってもらっていましたが、床屋さんが過呼吸になるほど嫌いなココナさん、なので今では嫁様が見習い美容師のごとくココナさんの毛を切っています。そんなわけでお医者で肛門絞りをやってもらいます。プーさんのらっきょ収穫を決定してしまいましたが、これで良かったのかどうかは分かりません。なんで収穫ごときに悩んでいるのでしょう。そう、夫婦揃って収穫しない派だったからです。
それと今までのプーさんが良かっただけに収穫後に異変があればとの不安もあったからです。そんなプーさんですけど、ココナさんも否認していないのですか？と尋ねられると、ココナさんは否認しています。なんのこっちゃですね。以前いた2匹とも子宮蓄膿症にかかったからです。それでもなんのこっちゃですね。プーさん、肛門ぷよぷよがあっても食欲満点、元気もりもりです。なんでしょう、収穫を決めましたが、このモヤモヤな気持ち、嫁様も同じでモヤモヤしているようです。そうこうしているうちに年が明けてしまいました。そして現在、なんでしょう、プーさんのお股をよく見るとブラブラしています。そうです、らっきょがついています。日にちが空くと何でも調べ出してしまいます。去勢をするリスク、しないリスク、前もって調べていましたが、もっともっと調べました。そして今の結論になりました。結局同じプーさんが2匹いれば比較はできるのでしょうけど、どっちが良かったのか分かりませんが、うちでの結論はこうなりました。これが未来にどう影響出るかは、ドラえもんかデロリアンがないとわからないので、これでいいんだと思うことにしました。最後に、プーさんはお手もおかわりも何も教えていません。ご飯、おやつ、散歩等の言葉はわかるみたいですけど、そんなプーさん、自然に覚えた技があるのでご紹介です。プーちゃん、チュー。どうだ、今日オス同士でチューですか？